こんにちは、あやです。今回は GU での購入品を紹介しようと思います。購入品と着回しを紹介していくので、よかったら最後までご覧ください。それではレッツゴー。はい、ではまず1点目を紹介します。じゃん、こちらです。これめっちゃ可愛くて、もうこれが紹介したくてたまらなかった商品です。こちらがワンピースになってます。こういう感じのとリブ A ラインワンピース39番のダークブラウンで、サイズが S サイズで、お値段が2490円プラス消費税でした。こんな感じのリブになったワンピースで、袖がちょっとこうキュッてなってて、首も少しだけある感じのもので、腰のところでちょっと細くなって、A ラインに下にこうふわって広がってるようなワンピースになります。じゃあちょっと早速着てみようと思います。はい、着てみるとこんな感じです。こんな感じのワンピースです。こうちょっとここが細くなって、こうふわって下に広がってるような感じのワンピースなので、こうスタイルがよく見えるかなと思います。なんかこう形がちょっとこう凝っているような形なので、これ1枚で着てもバッグ持つだけでも可愛いかなと思います。でこれは今ダークブラウンっていうカラーなんですけど、あとはナチュラルっていうちょっとこうホワイトっぽいカラーと、あとブラックがありました。3色どれも可愛くて迷ったんですけど、なんか私的にブラックは結構もう大人って感じ、大人っぽくなるかなって思って、ホワイトの方はちょっとこう可愛い感じなるかなと思って、このダークブラウンは大人っぽいけどちょっと可愛さもあるっていう感じに試着した時に感じたので、私はちょっと大人っぽ可愛いっていうこのカラーを選びました。GU のアプリの方では売り切れのものもあるかとは思うんですけど、私はお店に行って購入して、お店にはまだ結構たくさんあったので、もし気になった方はなんか近くの GU で見てほしいなって思います。生地もリブで結構伸びやすいので、すごい楽です。全然もいっぱい動き回れます。あこうちょっとこう A ラインになってて、こう腰のところがキュッてなってるようなデザインなので、 S サイズでちょっと小さめというか体に合うようなサイズを選びました。また後で着回しもお見せしようと思います。じゃあ次2点目なんですけど、こちらニットです。こちらはオーバーサイズハイネックニットチュニック091ブラックで、サイズは M サイズで、お値段が1990円プラス消費税でした。これ去年もこの形のニットがあったんですけど、去年はブラウンを買って、もうほんまに気に入ってよく着てるんですけど、もうめっちゃ着回せるし、形も可愛くて気に入ってて、色違いのブラック今年購入しました。私が行ったお店には多分4色ぐらいしかなかったんですけど、 GU のアプリで見たら可愛い薄いピンクとか水色とか、可愛いカラーとかもあったので、でブラウン系も2色あったりとか、結構たくさんカラー展開されてたので、こう色を選ぶのも楽しいかなって思うんですけど、めっちゃ可愛くて、まあ、これは私 M サイズにしたんです。去年も M サイズにして、ちょっとなんで M サイズにしたかというこだわりもあるので、着替えてお見せしていこうと思います。はい、着てみるとこんな感じです。好きなポイントはまず袖がちょうどいい長さ、なんかこう燃え袖、若干燃え袖にもなるけど邪魔になりすぎないぐらいの袖の長さで、この首のところもなんかこうベロベロしてなくて、こうしっかりしてる生地感で、あと M サイズにしたこだわりポイントなんですけど、去年は結構このニットをボトムにインして着ることが多かったんですけど、今年はこういうニットを出して下にふわっとしたスカートを履くみたいな、こう着方が流行ってるかなって思うんですけど、そういう着方をした時にこんな感じで、 M だとちょうどこのお尻の下までなるんですよ。これが私 S サイズだとちょっとこうここぐらいやったんですよ。ここで止まっちゃうとなんかお尻こんなきありますよみたいな見えるかなと思って、でもちょっとお尻の下まであるとお尻がこうプリッとなって、ここが細くなるじゃないですか、お尻よりも。だからこうここでこう細くなってくれるので、細見え効果があるのかなっていうのを感じて、そうなのでお尻の下まである M サイズ、ちょっと大きめのサイズ選びました。ね、なんかもうこういう服装をする時にめっちゃぴったり、めっちゃ可愛いし、何とでも合わせやすいようなシンプルなニットなので、本当にこれおすすめです。あと私これお店で購入して1990円プラス税で購入したんですけど、アプリで見ると11月19日まで限定値下げ中で、
1790円プラス税で購入できるみたいです。めちゃくちゃお買い得。実は今回自由で購入品紹介この2点になるんですけど、ちょっと少ないんですが、これからこの2点を着回していこうと思うので、ぜひ最後まで見てください。ではどうぞ。はい、まずはこんな感じ。もうこれ1枚できて、ショルダーバッグかけて、あとはこういうブラウンのブーツを合わせてみました。もうこれだけでも私はいいかなって思います。ちょっとこの腰にベルトをこうやってつけてもいいかなって思います。よりお腹周りが細く見えてシュッて見えるかなって思います。今はまあバッグとかベルト、ブーツの色をベージュで合わせてるんですけど、小物を全部黒にしてもちょっと大人っぽさが出るかなって思います。ここまでがもう1枚でシンプルに着るって感じなんですけど、他にもちょっと色々合わせていこうと思います。はい、こんな感じでちょっとレースのビスチェを合わせてみました。こんな感じでちょっとこうキャミソールになったようなビスチェを合わせてもいいかなって思います。こんな感じでキャミソールワンピース上から合わせても、このワンピースがそんなにゴワゴワしてないので全然ブクブクしないし、さらって着れるので、まあ、こういう感じでも合わせれるかなって思います。ただ私が持ってるのはちょっとここが結構スリット入ってるので見えすぎるのはどうなのかなって思うんですけど、プリーツスカートとかここからわざと見せて着たりとかもしてるので、まあ、そこまでめっちゃ変ではないのかなとは思うんですけど、まあ、スリットがあんまり入っていないキャミソールワンピースとかと合わせるのもまあいいかなって思います。あとはニットベストを合わせてみたんですけど、これでも着れるかなって思います。このベストのこの上のところからちょっとこの首元が見えて、袖も見えて、下もこうワンピース見えるっていうのがすごい可愛いかなって思います。あとはまあこんな感じでニット、シンプルなニットとか、まあ、ちょっと柄ついてるニットとかでも合わせることができるかなって思います。こんな感じでさっきずっと髪の毛下ろしてたんですけど、くくってみるのはちょっと大人っぽいかなって思います。はい、でこのワンピースだけとかだと、これからの季節寒いなってなってきたら、こういうカーディガンとかを上から羽織って着てもいいかなって思うし、ちょっとカジュアルにデニムのジャケットとかでも合いますし、これオフホワイトのジャケットとかもちょっとカジュアルな感じやけど色味が可愛いかなって思います。ロング丈のアウターを合わせてもこんな感じで、もうどんなものでも合わせられるかなって思います。このワンピースもうこれからずっとずっと着れるかなって思います。はい、では次この黒のニットを着回していくんですけど、まあ、先ほど紹介したこの紫のプリッツスカートと合わせてみました。下はもう黒のブーツでも、まあベージュとかでもいいかなって思うんですけど、こんな感じ。この着方で言うとブラックなので何でも合うんですけど、いろいろ合わせてみます。はい、こんな感じで黒のレースのスカートと合わせてオールブラックにして、小物をベージュとかで合わせても可愛いかなって思います。あとはこういう柄物の花柄、こういう柄物のスカートと合わせてもいいと思うし、全部黒にして、まあ、花柄のスカートをこう目立つようなコーディネートもいいかなって思います。ブーツのバッグも全部黒、あとはこういうタイトめのスカートも合わせてもいいかなって思います。インしちゃってもいけます。こんな感じ、ちょっとボコってなるけど、去年はこれで上ブラウンでこのスカートインしてこんな感じで合わせてました。ちょっとボコってするけど、まあインもできなくはないかな、って感じ。はい、こんな感じでミニスカートと合わせてもいけます。こんな感じです。まあこれもインしても着れますね。でもまあ私はこれは出してる方が好きかなって思います。あとは全然パンツでも合わせれますね。まあブーツでもいいし、スニーカーとかでも全然合わせれると思います。ブラックなのでこういう派手めのカラーのものとも合わせれます。これをちょっと前だけインしてこんな感じで着ることもできますね。はい、いかがだったでしょうか。今回2点しかなかったんですけど、もうこんだけたくさん着回せるよっていうのも着てみたんですが、楽しんでいただけてたら嬉しいです。
気になった方は気にしてみてください。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッター、楽天ルームもやってるので、よかったら概要欄から見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。